あ右左右よろしくお願いします。すいません、デブです。デブです。デブです。僕が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 デブです。デシです。そんな感じで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日ユッキーさん、はい、あれ何も持ってません。あれもしかしたらユッキーちゃんちでチョコ。はい、今日はちょっと先生やります。お願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。あの前にもね、あのこの一座チャンネルで師匠に紹介していただきましたが、はい、あのアラフィフユッキーのながらビューティーエクササイズやってるじゃないですか、はい、それのちょっと番外編、うん、ここでやらせてほしいんです。ぜひぜひ、あの マジシャンの方もね見てらっしゃるかもしれない。そう、あのに向けて番外編です、うん、はい、お付き合いください。お願いします。あの何が番外編かと言いますと、はい、あっちはあのアラフィフユッキーのながらビューティーエクササイズなんで、何かしながらをメインに、はい、あのお話を、あ、ご飯食べながらとかね、そうですね、うんこしながらとかね。いや、うん、そっちはやってないですけどね。はい、はい、で、手を見てほしいんですけど、うん、まあ、この間ですね、うん、お客様に、うん、あの私手に年齢出てないねって言われたのをきっかけに、うん、あ、そっか、私結構手、うん、若いんだなって。あのハンドクリームも塗らないし。塗らないの？塗らないの、めんどくさいから。あと SK2 とか塗らないの？塗らない、塗らない、それ顔用だし。あ、そうなんだ。で、あとあのアスカさんの使わないの？あ、わかんないからいいや、はい、日焼け止めもめんどくさいから塗らないの。あのよく手垂れとかがさ、こうグローブとかしてるとか、食器洗うときはビニール手袋しますけど、それ以外はもうそのまま外歩きと、あ、歩くときも、歩くとかも全然。へえ。でこうなんですよ。ほう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 。で、まあ、あの 2週間に1回ネイルサロンは行って、うん、この甘皮とか爪のケアはしてますが、それ以外はしてなくて。そうなんだ、はい、じゃあなんでこんなに手きれいと思ったときに、うん、あのネイルサロンの方に聞いたら、うん、こう指動かしてるから血行がいいんじゃないかと。そう、それがいいんじゃないって言われ、指動かしてるの、ま、マジシャンなんでね、一応トランプを使うっていう、かなり指先を、はい、僕使ってる感じ。僕いやトランプ使わない。いやいや、師匠もちょっとこうやって見せてあげてくださいよ、はい、シワないし、それ太っててパンパンだから、いやそう。あ、そう、分からないのはさ、汚いじゃないですか、うん、元々手が汚いから。いや、汚くないです、汚くないです、はい、だからそうなんだ、割とこの年にしては出てないのかな、うん、ただ僕そんなに手つかないけど、口ばっかりだからいいけど、はい、まあまあまあ、はい、はい、で、例えばその私の方のながらビューティーエクササイズだと、うん、あのマジックやらない方も見てるので、そうですね、あの指ちょっとその指をね、うん、指先、あの手をこう血行良くする運動っていうのを、うんうん、あのマジックとは関係ないことやってます、はい、まあ、関係ないというか、まあ、うん、でこっちは、うん、あのマジシャンとかマジックやってる方が多めに見てらっしゃるなと思ったので、はい、マジックに関するこの指先 の、うん、あのトレーニングって言ったらいいですかね、うん、よくありますよね、はい、いろいろ、ね、いろいろ、うん、それをいくつかご紹介できればなというお時間です。すごいですね、すごいですね、はい、でこれやると練習すると結構マジシャンっぽくこう手が動くようになる。あのよく言うのがこの可動域をこう指と指の間ですね、はあ、ここの可動域を広げたいわけですよ。広げる、例えば四つ玉持つとか言った時に、四つ玉持てないもん。まあまあまあ、でもほらやってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないで、うん、あれすごいよね、こんな開くんだよね、うん、でここでキープしなきゃいけないわけじゃないですか。そうだ、だからここがもう可動域と、まあ腱を鍛えるっていうのもあるんですけど、可動域をまあ広げるとか、うんうんうん、あとあのマニピュレーションでトランプをこうここで保持するとかね、うん、そうそう、よくね僕もカーカーってねやったことないですけどっていうような時に、はい、まああのこう鍛えておくといいんじゃないっていう話なんですが、ああそうです、はい、ここの指の筋肉を鍛えるんじゃない、腱ですね、腱、腱を鍛えるの、うん、腱をって言いますよね。あ、そうですか、はい、筋肉じゃないのこれ、腱なんだ。ここがここがし普段使わない腱を使うんですよね、はあ、マジシャンか、うん、でだからこう例えばまず可動域を広げるっていうんであれば、こう、はい、ここを広げたいわけじゃないですか、はい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 、だからやっぱりこう普段からこういう
あ、開く動きっていうんですかね。僕ね、うん、ブヒってよくやるけど、ね、上手ですね、だからね。なんだろう、イメージに合ってるのブヒ上手です。いやいやいや、こうやればいいんですか。で、まあまあ、あとはこう、なんでしょう、今度はここをくっつけ、中指と薬指くっつけて小指と人差し指広げるみたいな、うん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 、これを早く繰り返すみたいな。ほう、やってみると、親指はどうでもいいよね、うん、ここってほら広がってるから、もともと。なるほど。これ4本指ですよね。はい。でこれを両手でやるわけですね。はあ、はい、広げてくっつけて、ブヒーからくっつける、ブヒーからくっつける、そうだ、ブヒーからくっつける。あ、なるほどなるほど。そう意外にちょっとこ薬指が動かないね。そうなんです、そうなんです。で、ブヒーからくっつけるをやったまま、今度こうぐるぐる回して、ブヒーこうか、うん、ブヒーからくっつける、ブヒーからくっつける、ブヒーからくっつけるを、こう指と指の間を通すんです、こうやって。ブヒーからくっつけるです。で、あの、こうするとやっぱり、血行良くなりますよね、はい、指先まで。で、一番いいのはその頭で考えた指示をそのままダイレクトに指が伝わって動くっていうのってすごく大事じゃないですか。そうなんですね。その練習にもなるので、よかったらやってみてください。ブヒーからのくっつける、ブヒーからのくっつける、こうそ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 う、動かしながらこうならないようにね、はい、はい、ゆっくり練習してみてください。まあ、その最初からずっとブヒーだからね。ですね、はい、あの、お風呂、湯船に入りながらとかできるじゃないですか。なるほどね、はい、ぜひやってみてください。お風呂の中で暴れてる人がいたらやってるんだよ。そうそうそう、イエーって言ったらね。また次もよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。また何かお待ちします。マジシャンにね、はい、2人ですよね。